田川線は、福岡県行橋市の行橋駅から同県田川市の田川板駅に至る平成地区法鉄道の鉄道路線である。旧日本国有鉄道の特定地方、交通線であった九州旅客鉄道田川線を、承継した路線である。石炭を、神田港などへ運搬するために付設された、巣を灘に注ぐ今川に沿って走っている。 貴重な構造物も多く残されており、先山大元寺の森間にある、九州最古の鉄道トンネルである、第二石坂トンネルと、赤、内玉にあるレンガと石で作られた三連アーチ橋の内田三連橋梁は1999年に、国の登録有形文化財に登録されている。すべて普通列車でワンマン運転を行っている。 大半の列車が、伊田線と直通する行橋の大型間の運行で、2021年3月13日より、昼間は1時間に1本、朝夕は1時間あたり1本から2本の運行。朝と夜には、行橋西川間の区間運転列車がある。初代豊州鉄道によって、行橋、伊田間の全線が1895年に開業。1901年に、 九州鉄道に合併された後、鉄道国有法により1907年に買収、国有化され、1909年に田川線の名称を与えられた。1942年には、彦山駅まで延伸されたが、添田彦山間が1956年に、北線に、板添田間が1960年に、北彦山線に編入され、行橋、井玉が田川線となった。 筑法丹田の衰退ともに、客下ともに輸送量が減少し、国鉄再建法の施行とともに、第三次特定地方交通線に指定され、1987年に JR 九州に承継された後、1989年に伊田線、伊戸田線とともに、平成筑法鉄道に転換された。路線名及び、区間の変線赤、田川線緑、1956年に、 北線に編入青、を、1960年に北彦山線に編入はあと似た線区に分離された区間北彦山線に編入された区間から分岐していた支線は、北彦山線を参照、は、貨物駅を表す。田川線に関するカテゴリー、鉄ドル、8年がかりの環状旅客鉄道全線を制覇。2015年11月29日閲覧。ありがとうございます。